皆さんどうも、1週間ご苦労様です。キネマサコです。本日は雑談動画をさせていただこうと思っております。私の雑談動画は以前もお話しした内容の重複だったり、日々思ったことを綴ってるだけに過ぎませんので、もしですね、ちょっとまあ何でもいいか、ラジオ代わりに聞いていけるかみたいな感じで、思っていただける方は聞いていただければななんて思っております。よかったら聞いてください。今回のテーマとかいうタイトルはないんですけど、今回はですね、私がですね、高校の時からですね、ちょっと中学か、大好きなアニメ漫画に影響を受けて、日々こういう風にちょっと焦りやすい時とかに考えてるよっていうことをお話しようかなと思ってます。私ものすごい焦りやすい人で、すごい緊張しいなんですね。ですごく上がり症だし、ちょっとまあよくこうなんか頭がどっちからかっちゃうんですよね。なんかもう何してていいか分かんない、何から手つけていいか分かんないみたいなパニック状態によく乗ったりとかするんです。心の中であんま顔には出ないんですけどで、高校の時じゃないな、中学の時にフルーツバスケットっていう漫画が大好きで、私が動画始めてしばらくしてぐらいに、フォーフルーツバスケットっていう歌を歌わせていただいたんですけど、あれはアニメの主題歌だったりするんですが、そのアニメがすごく大好きでですね、漫画がすごく大好きで、でそこの中のね、主人公の女の子はすごく誠実で優しくて、でもちょっと不器用さんで、でそんなね主人公の女の子にですね、まあ一人の男性が、まあ漫画読んだら分かるんですけど、男性がね、言ってくれるんですよ。もしまあ例えば目の前にもう洗い切れないほどの洗濯物が埋め尽くされてて、もう足元にもすごい量があって、もうどこから手をつけていいか分かんないって途方に暮れてる時があったとして、ひょっとしたら、もっとちゃんと言った言葉なんですよ、私の中学の時の記憶ですよでもね、でも足元からこう一生懸命一生懸命その洗濯物を洗っていったら、気がついた時にはホッサーとね、青空、満天の青空の下でそれを全て保証ってるかもしれないって、そういう風に物事を考えてみた方がいいっていう風な感じのことを言ってて、膨大でどうしていいか分かんないような怖いこととか、自分一人で抱えられないこととか、パニックになりそうな時とか、そういう時にその話を思い出すんですね。もっとちゃんとした言葉だったんですよ。もうちょっともう中学の時の記憶なんで、こうそういうニュアンスだと思ってくださいフルーツバスケット読んでいただいたらその話出てくるんで、よかったら見てみていただければなと思うんですけど、そのことをたまにね、ふっと自分の脳みその引き出しからパッと出してきて、大丈夫、一つずつ手前のことから片付けていこうって気がついたら、すっごく綺麗な青空に自分が頑張ったものが干されてるかもしれないって思うとワクワクするし、落ち着いて物事をできるなっていう感情があったっていうのを、もしかしたらね、誰か同じようなことでこういっぱいいっぱいになったり、目の前にいろんなことがあると自分自身も周りも見えなくなって、ちょっと怖くなったり、こう先に進めなくなったり、そういうこともあると思うんですけど、一つ一つね、手前のことから片付けていくと、ひょっとしたらね、自分が思ってないようないい結果に出会えたり、なんかちゃんとできなくても解決策が見つかったり、安心できるようなところに自分を導いてあげることができるかもしれないっていう風な形で、何かそう思っていただけたら嬉しいなっていうのがありまして、ちょっと動画にしようと思いました。本日も聞いていただきましてありがとうございます。今回は短め、超短めさせていただきました。YouTube 毎週日曜日、
この時間を不定期なんですけど上げさせていただいておりますので、よかったら見ていただければなと思います。ハクナ毎週水曜日10時半から11時でやらせていただいております。年内はあと2回ぐらいあるかなとは思っているのですが、はい、それぐらいで今年締めさせていただこうと思いますので、またよかったら遊びに来てください。Twitter、Instagram は YouTube の更新状況、その他、こういったものに出ますよという報告をさせていただきますので、よかったらチェックしていただければなと思います。 TikTok は映画、間違えた、歌動画であれば、こういう歌歌いますよっていう告知とか、あとまあこういった動画の切り抜きを載せさせていただいておりまして、 YouTube ショートにはそのショートバージョン、もっとショートバージョン載せています。よかったらチェックしていただければなと思います。本日も最後まで見ていただき神枠見ていただきましてありがとうございます。それではまた来週お会いいたしましょう。ではまたね、またね、うーん。